ます。はい、というわけで、2023年最終回でございます。はい、今年も皆さんご視聴ありがとうございました。はい、これ12月31日に流れてると思うんですけど、実は今日はね12月24日日曜日です。時間は7時4分。あ、いめっちゃ寒い。気温は4度。アイドリングが全然下がんないです。よいしょ、よしよし、気をつけていこう。はい、まあね、あの31日今夜勤明けってこともあって動画撮れなくはないんですけど、多分編集してる間がないんで、まあクリスマスイブですけどね、今日今年最後の動画を収録していきます。はい、寒い。まあ、今日しかないんでね、あの RS を動かせるタイミングがね、なかなかね、うん、ああちょっと富士山見えないですね。とにかく寒い。なんか年末年始はそんな寒くならないみたいな話ですけどね、うん、よし、車が来とるから気をつけて合流。よし、はいはいはい、いろいろなんか当たってるかもしれない。まあね、2023年もいろいろありましたけどね、なんといっても今年の最初はあのタイヤの空気が全部抜けたっていうね。あれはビビりましたけどね、まあ、最悪な年を迎えたわけですけど、まあ、すぐ解決したんでよかったですね、うん、大したことなくて、あれ出先でなんなくてよかったなとかね思ってね、うん、本当ね、まさかあんなことが起きるなんて思わなかったですけど、まあ、今年はねそんな大きなことはやってないかな。まあ、ダックスの方ね結構カスタム進みましたけどね、うん、はい、今日はね珍しいとこ走ってると思うんですけど、ちょっとねガソリンを入れに行きます。いつものとこじゃなくて、あの新富士駅の近くにできたんですよね、ガソリンさんのが。そこがねわりかし安いんで、あと入れやすいところにあるんでそこで入れます。まあもうすぐそこなんですけど、いや寒いな今日。まあ、今年はね、飛騨とかね、飛騨行った時は500キロ走ったから、1日で。初めてあんな遠出しましたけどね。まあ、そういうこともありましたね。はい、あ、ここのガソリンスタンドで入れます。よいしょ。はい。ここ綺麗でしょ。できたてなんですよ。よいしょ。はい。私は何も走ったかな、どのぐらい走ったんだろう。今ちょっと見れますね、見ますけどね、今ね、オドがね、21,110。すみませんね、おっさんの息が聞こえちゃうかもしれないです。これで見れるんでね、ちゃんと記録してるから。この1月3日で15,933キロ。まあ、約6000キロ走ったかな、1年でね。うん、そうでもないかな、そうでもなかったね。はい、じゃガソリンを入れます。でちなみにタイヤ交換してね、これアルファ14、これもね、ちょうど6000キロぐらいなんですけどね、もう7000キロか。
そんくらい走ったけど全然まだね山があるんですよ、うん、これね冷えてると怖いんですけどなかなかいいですよ耐久。ほらフロントも全然まだあるでしょ。まだ行けますね。4000キロひょっとしたら5000キロ行けちゃうかもしれないですけど、うん、多分ねまた次のタイヤは何しようってなったらやっぱアルファ14かな。うん、よし、ガソリン入れますか。これ反応が悪いな。エレキー、エレキー楽っすねやっぱね。なし、早く181円こんなもんなのかな今。よし入れますか。はい、よくね、間違いないよね。トリップメーターを戻しておきます。なんか俺のなんか燃費悪いような気がするんだよな、みんなと比べて。乗り方の問題かな。さてどうしますかね。まだここで終わるわけにいかないんで、さすがにねちょっと出かけるっていう感じでもないんで今日は。さすがにまあ港公園の方まで回ってきますかね、いつものように。すいません、いつもこんな感じでやってますんで。あ、日が出てきた。あ、ただ最近ね体調があんまり良くなくてね、風邪ひいたとかっていう体調の悪さじゃなくて、なんか首の後ろが痛くて、うん、いろいろ大変です。よし、よし、ちょっと路面が冷えてるんで気をつけたいですね、本当にこのタイヤだと飛ぶんでそうそう、あんまりね最近体調悪くてね。で先週ねワクチン打ったんですよ、コロナのね。で今までファイザー打ってたんですけど、違うやつで今回はなんだっけ名前忘れちゃったけど、そしたらすげえ体調悪くて熱は出るわ、首の後ろの痛いのもあってね、なんか動けなかったっすね。先週ね結構みんなねなんかラーメン食べ行ったみたいでいいなとか思ってね、もう寝込んでましたよ。でまあハリキューちょっと通ってまして、多少は良くなったかな。はい、やっぱ体調が大事っすね、本当ね、やっぱ健康一番ですよ、はい、皆さんも気をつけてね、いろいろね。わあ、寒い。あのね富士山が見えてる予定でこっち来たんですけどね見えてないんで、これがっくしだな。富士山のねよく見えるポイントでちょっと写真撮ろうかなと思ったんですけど、ダメだこれよし、ギリボコリもうダメだこれ。やっぱグリップヒートあったけ、はいはい、まあ、あと今年はあれか車検があったね、大きなことは、あと何かあったかな。
まりなかったな。あんまりやんなかったな。まあとりあえずね、そのね、無事故右半っていうのが、まあ良かったです。まあ、それがね、第一なんで、まあ、健康も第一なんですけど、まあね、はい、まあ、こうやってね、元ゴルフをまだまだ続けられそうなんで良かったです。いや、富士山見えないか。残念だな。よいしょ。わあ、天気いいんだけど。なんでやねん。よいしょ。レース乗る機会がないからと思って、乗ってきました。はい。と写真スポット寄りますか。あ、今日はもう入れないようになってるのかな今。ここです。はい。富士山見えねえ。今ここ入れないようになっちゃってんだな多分。釣りの人でもいないもんな。はい。ちょっとまあサムネというかツイッターも上げたいんで写真撮ろうかな。いやー寒いね。いやーでもやっぱ寒くないと冬は。よし。はい、ツイートもしまして、あ、そこから入れんだね。はい、で行きますか。富士山残念ながら 見えませんでしたけど、まあまあまあ富士市民なんでね、いつでも見れますからその辺は。なかなかこの時期こうやって雲隠れしてる方がレアですけどね。よし、なんか汽笛が鳴ってる。で帰ります。あ、グリップ引いたりとかに。でゆっくり行きますか。はい、てな感じで。すいません、全然中身ないですけどね。特に総集編も今年もやんないんで。今年流したあの動画のサムネのなんかこの辺で横に出してるかもしれないですけど、まあそのぐらいで勘弁してください。で結構ね、なんだかんだ言って動画上げてるなとは思いますね。俺もね、あの全然頑張ってないですけどね、まあそのぐらいでいいのかなって感じします。まあ、去年も言ったような気がするけど、まあいい加減にやってますんで。来年はどうかな。来年はね、最近の動画にしてないんですけど、あの N 番のもう車検ですね。あのトラックなんで2年で車検なんですよね。トランプしてどっか行こうとかね、なかなか思わないんで。まあその辺もいずれかな、いずれやるかもしれないけど、やんないかもしれないけど。よし、まあ、今年はあれだよね、その猛暑がなかったかな。
まあ、ダックスも去年でしたからね、うん、何かしら納車してますからねその前の年は N 番か、うん、あ違うか、あ N 番か、はいはい、まあ、いろいろやってますわ。はい、でね、あの1日ね、もう26年、27年、どのぐらいかな、26年じゃねえ、16年ぐらいぶりに元日休みなんで、まあ朝だけはしようと思うんですけどね、うん、まあ初日の出、まあ、それはね、あのダックスで行きます、さすがに。はい、ダックスで、うん、まあ、どこかで、まあ、初日の出見つつのご挨拶みたいな、まあ、大したことやんないですよ、もう。でも、どうでもできんからね、こんなもう寒い中、無理だわ。あでも、ちょっと年末は暖かいらしいけど、でも、朝は寒いでしょ。どうしようかな、初日の出どこで見るか悩んでます。結局この辺で見ちゃいそうですけどね、うん、結局この辺になりそうですけど、ご勘弁ください。よし、はいはい、ってな感じで最後にね、2023年今年もね、ここまでご視聴していただきありがとうございました。まあ、来年もこんな感じでやっていきますんで、今後ともよろしくお願いします。まあ、来年ね、どうかな、オフ会はできそうなんで、うん、またその辺、まあ、オフ会といってもね、あのパーカーさんと一緒にやる感じになると思うんですけど、ちょっとまたね、日取りとか決まったらお知らせしますんで、はい、またね、X のフォローとかね、旧 Twitter ね、よろしくお願いします。その辺のフォローも、インスタはねあんまりやんないんで本当申し訳ないです。本当やんないですね。やべえ、今日ちょっと更新しようかな全然やんないんで、たまにフォローしてくれた方がいたりするんですけどね、遅れて申し訳ないです、うん、はい、こんな感じでした。皆さんもね、ご健康でご安全に年末年始をお過ごしください。はい、それではね、ここまでご視聴していただきありがとうございました。またお会いしましょう。リギリギウィッシュ、来年もよろしく、にぎり。ちょっと富士山見えてきたかな。昼間の方がベータかな。でも雪が積もってないですよね、今ね。もう多分年末年始雨予報ないからね、はい、あ元日晴れるといいな。今のところ晴れ予報みたいですけどね、なんか2日が天気悪いみたいで、なんか嫌な予感するんですけどね、大丈夫でしょうかまあそれはその時で、まあ、しょうがないですね。はい、ではでは、良いお年を。今年も1年間ご視聴ありがとうございました。皆様ご安全に良いお年をお迎えください。